これなんです。ここもうとにかく先ほど硝酸体窒素っていう、これはぜひ覚えてくださいっていうことを言いましたが、この硝酸体窒素の怖さが分かるのがこれです。自然栽培、あるいは自然農法ですね、えー、これの特徴っていうのは、発酵ということが起こるのが、この自然界の特徴なんですよ。これ、お米の腐敗実験と、 キュウリの腐敗実験なんです。共に2週間お米、こちらキュウリ。こちらキュウリの方が分かりやすいので見てください。えー、この自然栽培。はい。あ、あの、自然栽培と私自然農法とか言ったり、ちょっと両方の言い方を使っておりますが、えー、これはどういうことかっていうと、あの、自然農法っていうのがまさしくですね、えー、自然の循環の中で育てるというやり方で、 基本的に、えー、無肥料無農薬なんですね。しかも自然農法、我々のやってる自然農法っていうのは耕さないっていうのは基本なんですよ。で、耕しても無肥料無農薬だけど、耕してもいいですよという部分があるのがこの自然栽培と思ってください。だから、いずれにしろ肥料を一切使わない農薬とか科学的なものが一切使わないのが、この自然という前についてる言葉のものがそうなんですね。自然栽培、自然農法。はい。 で、そういった自然の中で、実は作られたこのキュウリは、決して腐ることがないんです。で、腐らないという反対は発酵なんです。この発酵というのが善玉微生物によって行われている作業なんです。はい。これ2週間経ったらほぼほぼ枯れていってるんですよ。自然界では、あの、草が、あの、腐るっていう行為はないんです。シャレじゃないんですが。枯れていくんですね。 自然界では枯れていきます。でこのように、えー、枯れた現象、こちら見てください。大人に有機野菜。これ実は有機野菜ということは、有機の肥料を作って育てた野菜のことなんです。ですから、えー、往々にして危険なものとして知られているのが、えー、動物性の堆肥です。あの、中にはごくごく少ないんですが、えー、自分で山から葉っぱをね、 えー、拾ってきてですね、あるいは野原のこの、えー、草を買って、えー、発酵させたものを使ってるという、まあ個人農家の方では中にはいらっしゃるんですが、ほぼも危険なのは私が言ってるのは動物性の体、いわゆる牛糞とか、あるいはあの豚糞、豚の糞ですね、あるいはワト鶏の糞こういったものを発酵させて作った堆肥のこと、それを使った、えー、育てたいわゆる有機野菜っていうのがこれなんです。で、ご存知のように、 先ほど私も冒頭で申し上げました。動物たちの実は食べる、あの、非、あの、肥料じゃないです飼料ですね、飼料、餌。これは9割方輸入に頼ってると言いましたが、なんと、その、日本に運ばれてくる、この、家畜の餌なんかも、遺伝子を組み換えしまして、大量にですね、大型農業で、いわゆる農薬とか除草剤をまかれたものが、残留したものが、 え、入っておりまして。で、さらに、えー、牛、豚、鶏を育てるときに必ず大量のホルモン剤を使います。いいですかホルモン剤。これが今日女性の乳がん、あるいは男性の前立腺がんの一番の原因になっているうふうにも言われてるんです。はい。そして、ホルモン剤を使って、抗生物質を使って、いわゆる、えー、畜産工場と言われるぐらい大量生産するためにですね、狭い スペースのとこに押し込んで大量で早く育てるために、いわゆるホルモン剤を使って、そしてストレスがかかるから、抗生、病気になるので抗生物質を投与する。そういう状態のものがですね、大量に残留してる肉を食べてる、あるいは卵を食べてるものが日本人なんです。ですから、えー、どん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 今、さっき言いましたね、乳がんであったり男性だったら、まあ前立腺がんが増えてるんですが、ここにも、大気にもそれが残留してるから、 みかん軸のですね、発酵しない状態なんです。これが最も危険なんです。これが硝酸体窒素としてですね、非常に多く含有するような状態になってるんです。ですから、一般栽培、これはあの、観光農法って言って99.5%日本の化学肥料農薬等を使ったものですねで。よりひどいのがこの有機野菜なんです。ということは、 えー、わざわざ有機野菜。まあ、横文字で言うと、最近ではですね、オーガニックという、まあ、定義でね、えー、オーガニック野菜という言い方をされているケースが多いんですが、えー、ほとんど多くのオーガニックで作ってる方の、えー、この肥料を見ると、やはり動物性の堆肥を使っている方が圧倒多数です。 中には植物性の方もいらっしゃいますけどね。で、問題はこの動物性の対肥を使った場合、こういう非常に危険な状態になります。こういう状態を、えー、で育ったものを食べるということは、えー、実はですね、食べたらどうなるかって言ったら、さっき言いました。人間の健康に対して非常に危険性を伴います。発弾性、アトピ、ー、肝臓病、糖尿病。はい。 そしてこれを、えー、土にまいて育てたということは CO2 を300倍以上ですね、その土地からは放出してるという。だから地球温暖化と人間の病気を両方作ってたのは、なんとこちらの方だったということが実は分かってるんですが、これ公表できないんです。我々も。はい。なんでこの事実を公表できないかって言ったらパニックが起こります。ほとんどの皆さん0.5%の,あの比率しかないんですが、有機野菜。 作ってる方、それの多くがやっぱり動物性の対比を使っているので、我々がこの情報をオープンにしちゃうと、自然の自然栽培やってる方って、本当レイコンはレイレイ,レイ,レイ何パーセントみたいな世界なんですよ。本当に、ものすごく貴重な、まあ、方たちなんですね。そういった自然栽培、自然農法をやってる方。ですから、ほとんどいらっしゃらない。に等しいぐらい少ないんです。だから需要と供給のバランスは全く取れませんので、 だから基本的に今はこの情報をあんまりおっぴらげに流せないんですね。はい。で、えー、私と一緒に14年間自然農法をやっておられる私の先輩にあたる岡田さんっていう方、徳島の方なんですが、フェイスブックでお友達が4900人余りいるんですが、ちょっとこの情報を流しただけで去年大変なことが起こりました。もう申し込み買いたいっていうことで殺到しまして、もうパニック状態になりましたね。もうお手上げ状態。だからもうすぐ閉鎖になりましたけど、 ですから、あの、腐る腐らないという小酸体窒素の怖さを世間一般にこのことを訴えきれないという部分はあります。食べるものがなくなっちゃうんで。はい。ですから、今は我々は仲間内の、ごくごく、今日は皆さんにはこれ、えー、この情報を流させていただいておりますが、作れるような状況にならないと、えー、あまりにもですね、これちょっとインパクトが強すぎますので。はい。 もう一つですね、ぜひ皆さんに知っていただきたいんですが、えー、多くの方はですね、これ賛政党さんが今年の5月からのね、まあ選挙運動、活発に行っておりますが、実はこの霞ヶ関の闇って、これ先ほどの鈴木教授なんです。この映像、実はこの鈴木教授を、この YouTube の世界に引っ張り出したのが、参政党の神谷さんなんですよ。はい。 で、参政党のカミさんはですね、素晴らしいと私は思ったんですが、よく鈴木教授をここまでね、あの、引っ張り出すことができたなと思って、ここで鈴木教授がすごいことを暴露しちゃったんです。霞が関の闇。えー、現役の教授が、まあ、私も本当に鈴木先生すぐ首になっちゃうんじゃないかなと思ったんですが、今も首繋がっております。はい。で、これ実は農林水産省の官僚の時の、まあ、裏話なんですが、本当の事実なんです。 実はここにある、えー、バイエル社。今はバイエル社になっていますが、もともとアメリカの世界的な悪名高いモンサントという会社がですね、えー、戦後間もなくですね、まさしくですね、こういった化学肥料農薬除草剤で設けて、さらに種のメーカーで設けて、さらに遺伝子組み換え、今ゲノム編集ですね。まあ、こういった世界的な、もう本当にものすごい大きな企業としてですね、 ええー、まあ、君臨しているわけなんですが、その、モンサントが作った、ラウンドアップというですね、非常に強力な発弾性のある除草剤なんです。で、これが世界でですね、ものすごい大きな問題を起こしまして、当然ガン患者がから、ものすごく多発したんですね。それで、裁判で訴えられました。で、敗訴しまして、和解金。和解金で1兆円を超えてます。ここに書いてます。109億ドル。当時の108円とか109円のレートで、 109億で1兆1600億円。約1兆2000億です。今のレートだったら1兆5000億超えてますよね。民事訴訟額世界最高額を記録したのがこのラウンドアップなんです。はい。その発言性を示す主成分がグリフォサートっていう主成分なんですが、なんと、このグリフォサートの成分を日本は逆に規制緩和しちゃったんですよ。その裏話をしたんですね。こんな馬鹿げた話はないんですが、 あの、申し上げます。世界でガンが多発して、もうこんな危険、極まりないものはないと作った会社を訴えて、裁判で負けて、はい、和解金で世界の民事総奨額最高額1兆2000億を払いますという、とんでもないような、この危険な、このラウンドアップの除草剤を、日本は今 CM でバンバン流してます。売らしてます。誰が売らしてるのって言ってた <laughs> これは、あの、日本国が政府が売らしてるんじゃないんです。売らされてるんです。はい。拒否してもしたくてもできないんです。ノーと言えない日本が、実は、もうお,お,お,お分かりだと思う。アメリカの傘のですね、下に、えー、日本はこの有事、台湾有事とか、まあ北朝鮮がどんどんミサイルを発射しておりますから、もうとにかく、アメリカにですね、あの、いわゆるノーと言えない国なんですね。ですからそれがずっと戦後77年間続いておりまして、 その、えー、裏話、闇の世界の話をまあ鈴木教授が暴露しちゃったんですね。で逆に30倍にこの規制を緩めたわけです。ですから今日本人が我々が当たり前のように使ってる、えー、多くの人たちが知らずにですね使ってるこの除草剤っていうのは世界で日本しか売ってないんです。売られてないんです。危険だから。で、これ言ったことが同じように抗がん剤もそうなんです。 WHO とか国連が、いわゆるリンパに転移した後にはですね、この副作用しかないということで WHO が禁止した抗がん剤が、もう世界の市場で溢れて売れ残ったものが全部日本に来ております。はい。もう上げたらキリがないぐらい、このラウンドアップ、さらにのあの、抗がん剤であったりとか、またですね、これ子供さんたちにダイレクトで影響が及んでいるんですが、年間で世界で50万人以上が死亡していると言われるトランス死亡酸これマーガリンに たくさん使われてる成分ですね。これ、未だに日本では学校給食で使ってるんですよ、この周りを。世界でこんな国、どこもありません。まして子供に使ってるなんて。